チャイナクライシスは、イギリスのニューウェーブポップバンド。1979年に、マージーサイドにて結成された。ボーカルおよびキーボード担当のゲイリー・ダリーと、ギタリストのエディ・ランドンの二人を中心に結成された。1981年にシングル、アフリカンホワイトでデビュー。その後、バージンレコードと契約し1982年に、ファーストアルバム。 リフィカルト・シェイプス・アンド・パッシブ・リズムスをリリースし、全英21位を記録。この頃にシンプル・マインズのツアーサポートも行った。ベーシストに、ゲイリー・ジョンソン、ドラマーに、ケビン・ウィルキンソンを加え、1983年に、セカンドアルバム、Working with Fire and Steel をリリースし、全英20位を記録。アルバムからの3枚目のシングル、Wishful Thinking ンンは、 全英9位を記録した。1985年にスティーリー・ダンのウォルター・ベッカーがプロデュースしたサードアルバム未完成をリリースし、全英9位を記録。1986年リリースの4枚目のアルバム天井の楽園。1989年に5枚目のアルバムダイアリー・オブ・ア・ホーロー・ホースをリリースするも上位チャートからは遠ざかる結果となる。 1994年に5年ぶりとなるシックススアルバムワープをリリース。これを最後にアルバム制作と距離を置き、以降はコンピレーションアルバムのリリースや地道にライブやサポートアクトを行いながら活動を続ける。1999年7月にドラマーのケビンが自宅で首を吊って自殺。41歳。2013年に新曲。 エブリワンユーノーをダウンロード販売。後にニューアルバム、オータムインザネーバーフードを制作中であると発表し、2015年6月に発売した。ゲイリーダリー、ありがとうございます。